どうもレンジです。今回なんですけど、ダイス250個回して無料レンガチャチャレンジしていきたいと思います。まあ、今ね240個なんで、エコ10ね支払って250個でいきますよ。早速ドン。いや今回ね、墓守の推理の道衣装ね、あるってことなんで、いやこれはマジで欲しい。うん、もうね何度も何度もね、この早い段階、うん、シーズン始まってこの最初にどれだけ回すかで、もう焦らずにね、推理の道衣装ゲットできるの でしかも墓守あんま衣装ないから、今回のもうほんと絶対にねゲットおすすめしますね。まあ無料なんでね、一応まあね毎回説明してるんですけど、600マスまで進むと次のねシーズン行った時に、まああのエコーで買えるようにもなりますので、はい、まあ時間ないって人はね無理せずって感じで、であのダイスね推理の道についてめちゃくちゃね詳しくね、解説した動画あげました。あの無課金でゲットする方法とか、ゲームをねプレイせずに、ゲットする裏技ね、まあ有料とかにもなっちゃうんですけど、それね動画出しましたので、気になる方はぜひねこちらご覧くださいと。さあそんなわけで、進んでいきますね。250でしょこれね、どこまで進むかだよね。ほんと運悪いとめっちゃ進まないらしいから、はい、運いいとかなりね、進むことができるんですけど、さあとりあえず200切ったあたりで200マスいかないぐらいか、100この時点で200マスいってないね。まあさすがにいかないか、100個ぐらいだと。さあガンガン回していいよ。いや無料連ありがてえ、マジで無料連ガチャほんとありがたいからね。霊感ももらえるしね。確か骨董賞が、次来るっぽいよね。うん、なんで次の骨董賞欲しいって人に関してもちょっとね今のうちに集めておきましょう、無料分。まあ予想だけど骨董賞来て次がコラボじゃないかな。うん、今回のコラボは、ケモ耳のね、あの、アーティストの人のコラボと、サステンと、ゼロ。で、まあ、ブンストもあるみたいな。お、よっしゃ、これ、かわいいアイコン、ゲットしていく。はい、コラボがね、まだね、あるということなんで、いや、めちゃくちゃ楽しみだね。特にサステンなんかは、まあ、おそらくエコー限定とかもあるのかな。ガチャな気もするよね。大きいコラボ相手は大体ガチャだからね。はい、よし、ここはしっかりダイス回して、てかマジで手がかりの数ちょっと異常なんでマジで手がかりの数だけはほんと異常だから、ちょこの動画ね、ダイス回し終わった後にちょっとあの手がかりね全部使い切ってみたみたいな動画出してみようかな。7万手がかり全部使い切ってみたってね、使い切ることできんのかな本当に俺さ、記憶秘宝のやつもね一回もやってなかったんだよね。そのせいで溜まっちゃったわマジで。よし、いいよ、しっかりダイスを振って、いやーもう進むペースが速くなって本当ありがたいね。もうこの無料ガチャをね回す瞬間本当いいですよね。この無料分でもうね全てのこの努力が一気に終わるね。花が咲くか咲かないかがこれ決まるからね。さあしっかり、これ霊感もあるから、どうしようかな。俺なんかどのタイミングで使おうかなマジでこれ買おうかなって思った時にちょっとねありがたいことにリスナーさんがねあのプレゼントしてくれたりするんで、はい、いやほんとありがたい。どのタイミングでこの自分の分を使うか悩みどころですね。さあまあでもガチャかな、どうせ。ちょっとなんか久々天井狙いたいな。4万だよね、3万とか4万だよね天井高っ、ガチ高いよな。いや狙うか。よし、しっかりガチャ回して、よいしょ、30いいね。さあまあ骨董賞欲しい人プラスコラボ欲しい人ってなるとかなりね課金、うん、でしかもグッズもあると思うんで、はい、ちょっと各々ねどのタイミングでね行くかちょっと決めたいですね。うん、骨董賞の UR 次第にもよるし、なんか強そうなんだよな次のキャラ。なんかそろそろ壊れきそうな気がするんだよね新キャラ。ナイス、アイコン枠ゲットしていく。さあラスト70個まで来ました。そう、まあ僕の予想的にはハンターの忍者もなんか
普通に強い気がして、でなんかそれを超えるぐらいなんか次のねサバイバー強い気がする。ビジュアルもね可愛いし。 OK ナイス。環境キャラになるのかすごい気になるね。いやでもバンするキャラもな、もう満杯だよね。占い師ね、オフェンス傭兵ってね、まあバンしたいキャラいろいろあると思うんですけど、まあ最近だと呪術師とか小説家もね、バン対象ではありますが、ちょっとねなんかスタンキャラっぽそうだからちょっと気をつけたいですよね。ハンター戦の人は、ちょっと一時的に悲しみを負うかもしれない本当にハンター戦ってやっぱ新キャラ入った時がいっちゃん辛いよね。その弱体化、強すぎて弱体化ってなるまでに、それを耐え抜かなきゃいけないからね。 OK ナイス、落書きもゲットしていく。よっしゃ、無料分でこんなに回せるのは素晴らしい。お、600台まで来たね。やったぜ。これでもう墓守を逃すことはない。墓守もめっちゃ強いからね。あれ、この衣装で墓守使いたいな。え、こんな進むんだ。もうすぐ700台なんだけど、マジで。あーでも俺今回あのダイス持ち越ししてるからだ。持ち越ししてるからめちゃめちゃ早いんだね、100個。うん、いや、よし、これでちょっと今日は空軍 UR 狙うぜ。空軍 UR 狙いますよ。 OK、 700台まで来た。マジでこんな進むんだね今って。へえ、やば。これはマジで無料分でガツガツ遊べるな。いいね、神髄ゲットして、さらにもう一個ゲットしていく。この全身が必要っていうのも見えてるのいいね。うん、何個ぐらい回すかっていうのが分かるね。さあ、さらにピンク神髄ゲットして、でもう一回これね、ダイスクイック前進、最低10歩最大20歩。めっちゃいいねこれ。なんかこんぐらいゲットできるよって。頼む。うわー、ちょ微妙、13微妙っすね。はい、1日1個限定の20面ダイス。よし、結果はだいたい750マスまで進めましたね。250個で750か。やっぱりまあ500個あったら到達するかなってとこですね。はい、平均やっぱ今までのねシーズン、このねシリーズめちゃくちゃやってきたんですけど、うん、今日でやっぱ確信ついたのはやっぱ250個でだいたい700マス前後なので、うん、まあワンシーズンねダイス500個集められれば、運が良ければね、もうちょっと早めに到達もできるし、運が悪いと500個超えちゃうかなっていう感じなんで、ぜひね500個目安で集めてみてください。さあ、もう26個も溜まった、やば。でこれが骨董賞なのかな、8月4日で。これなんかね、なんだろう、コラボとかかな。ちょっと楽しみだねこの神髄。じゃあやっちゃいますかこれ。頼む、これ空軍 UR ほんと欲しいんだけど、庭師の限定 UR もあるから、ちょっとここでねちょっとエコー抑えたいとこある。よし、行きます。頼む、無料分チャレンジゴー。5レンジ、ラッキーレンジ、ラッキーレンジ、ラッキーレンジ、ガッツー、ダリア、ダリア、これはマジ、いや嬉しい。ガチで運いいんだけど俺、マジで。ちょっと待って、本当に今来ると思ったんだけどな。マジか、一発目出ちゃいました。昆虫学者、俺最近あのランクマ配信よくやってるんですけど、コニー学者ずっと使ってて、うん、やった。今一番ランク戦で使ってるから、ちょこれお着替えしちゃおうかな。じゃあ黒いし隠密にも良さそう。待って、でもちょっと期待しちゃったな。マジでちょっと期待しちゃったわ。うん、いやまあ嬉しいっすね。でも前マジで毎回 SSR 出るんだけど、今回出やすいとこある、まさか。嬉しいな。まあさすがに2連続金枠ないか。はいはいはい、おやったやったやった。野人横たう、泣きピエロ舞うだって。よし、さらにロコ、まあ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 、いや待って、マジで、おやった、ダリア、またダリア来た。めっちゃ嬉しいんだけど、普通に。まあこれあれだね、シーズン終わる瞬間にちょっとレンジ君の気がね、もうどうしても我慢できないってなったら、今持ってるね霊感全部使って空軍 UR 狙ってみたいと思います。はい、言うて4000ある。じゃあまあランク秘宝もあるんですけど、まあちょっと今回はねこんな感じで終わりたいと思います。
ここまでご視聴ありがとうございました。今回はね、ダイス250個回した結果、なんと昆虫学者出てくれました。いやもう本当に嬉しい。いやしかもなんかこう毎回このね、口元ね、可愛いよね、セクシーというかね、はい。いやメリーさんめっちゃ嬉しい。これね、ランク戦でね、今日も使っていきたいと思います。またね、無料ガチャ動画など出していきたいと思いますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録やいいねボタン、そしてね、生放送もやっていますので気軽に遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。お疲れんじ。